第1レースはチャレンジの一般戦が行われます。6選手によって争われる形ですね。ラインとしては1つのみという形でした。注目ですね、助川選手。はい、今ちょうどアップになっているところですけれども、ね、初勝利ぜひね松本さん見たいですね。そうですね、またね師匠がいる前ですからね、いいレースしてね、師匠に褒めて、ね、もらえるように、ね、頑張ってほしいですね。はい、ということで師匠も同じ斡旋ということで、このシリーズ気合もねさらに入るかと思いますけれども、このラインこの関東ラインのみという形になっておりまして、はい、あとは短期の選手が3選手。そうですね、短期の選手の動き注目ですよね、はい、その追い上げたりね、番手にねしゃくったりとかがあるかどうか、その辺もレースのポイントかなと思いますね。前回伸びが良かったのが2番の梶原選手の話も出ていましたが、では最後に助川選手がバンク内へと入りまして、第1レース発走です。実況高原康則さんでご覧ください。競輪ファンの皆様こんにちは。こちらはアベマ湘南バンク平塚競輪場です。平塚 F2 ナイターシリーズ平塚法人会杯は2日目を迎えます。今日もどうぞ最終レースまでお楽しみいただきたいと思います。オープニングレース対戦メンバーで揃いましたので、それではインコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は埼玉の助川翔太郎です。2番静岡梶原亜光、3番東京音川貴則、4番群馬小林和彦、5番は山梨村松俊哉、6番福島の塚本聡。このレースは以上の6車立てとなります。オープニングレースチャレンジ一般戦です。今日はバンク上空青空が広がっています。午後3時現在ですが天候は晴れ、東の風、2コーナーから4コーナー 1.5 メートルの風、気温の方ですが32度まで上がっております。場内で観戦される際はどうぞ熱中症にはご注意ください。今構えての号令がかかりました。各選手が前傾姿勢、号砲が鳴りました。オープニングレースチャレンジの一般戦がスタートです。まずは4番の小林和彦が誘導を追っていきます。続いて6番の塚本聡、1番の助川翔太郎、3番の音川貴則、5番の村松俊哉、これで2番の梶原亜光が最後方となっております。レースは1周回目の3コーナーから2センターへと向かっていきます。まず誘導の後ろですが4番群馬の小林和彦です。ここは1人でというコメントを出しております。その後ろですが6番福島の塚本聡、決めずというコメントだったんですが、先ほどの選手紹介同様ここも4番の小林の後ろに車をつけています。6番の塚本、そしてその後ろですがライン3社関東勢です。1番埼玉の助川翔太郎、昨日は野口とのもがき合い、壮絶なもがき合いとなったんですけども、こちらに敗れてというレースでした。マークいたしますのは3番東京の音川貴則、昨日は4番の小林の番手でありました。今日は最強ラインで助川とラインを組んでいます。あとは5番の山梨村松俊哉までで、こちらが関東勢、そして2番の静岡梶原亜光も前々というコメントだったんですが、選手紹介同様ここは関東ラインを追っています。最後方です。レースは残り2周となったところ、ここで1番の助川が動いていきます。前を抑えていきます。それに続いていく最後方2番の梶原、4番の小林は一旦これは車を引いて5番手まで下がりました。これで最後方6番の塚本となっています。打鐘を迎えます。1番の助川が前を抑えて後ろの動きを警戒します。このまま関東ラインで主導権握っていくんでしょうか。1番の助川まだ流している状況です。レースまもなく残り1周となるところ、1番の助川がここからペースを徐々に上げていきます。3番の音川、そして5番の村松の関東ライン、そして2番の梶原がその後ろに続いて1センター過ぎたところ、動いていったのは4番の小林、そして6番の塚本もこれに続いていく。最終バック通過して3コーナーから2センターに差し掛かるところで、4番の小林が1番の助川に並びかけようというところです。4コーナーから直線に戻ってきた。1番の助川先頭、助川1着ゴールイン、あとは2着どうでしょう、4番の小林でしょうか。
オープニングレースチャレンジの一般競争、4番の小林迫ったんですが、ここはどうやら1番の助川が粘った模様です。このレースは異常なしの判定です。それではリプレイで振り返ります。4番の小林も後方から迫る勢いだったんですが、1番の助川がなんとかここは粘った模様です。ゴール前のスーパースローをご覧ください。1番の助川翔太郎、そして4番の小林が2着、そして3着争いですが、どうでしょうか。ここは6番の塚本聡優秀性でしょうか。146の通過体制とお伝えしておきます。結果と決定、今しばらくお待ちください。第1レースでした。第1レースチャレンジの一般戦ご覧いただきました。ゴール前の様子ご覧いただいておりますが、はい、助川選手でしょうか ね、あのこの表情が物語ってますけれどもね、はい、出し切ってね、やったって感じのね、うんうん、まあね、一着だった確信があったかどうかは本人聞いてみないと分かんないですけれどもね、はい、そうですね、力は出し切りましたよね、はい、はい、打ち切ったように見えました。ゴール戦通過1番4番3着に6番の塚本選手も最終的には伸びてきていたでしょうか。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。第1レースご覧いただきました。そしてバンク内には第2レース、こちらはもうチャレンジの一般戦ですね。選手紹介が行われています。メンバーは1番静岡小林弘也選手をはじめ、ご覧の7選手によって争われます。なお5番車山田慎一郎選手、今日2日目からの補充出走です。発送予定は15時59分です。決定、1着1番2着4番3着6番平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番480円シャバン連勝単式1番4番770円3連勝複式1番4番6番4090円3連勝単式1番4番6番1万1780円ワイド1番4番270円1番6番1060円4番6番740円以上でございます。第2レースチャレンジの一般戦です。ここもですね、ラインは2つ、短期の選手が2選手という形、ちょっとオッズも割れ気味だったんですが、最終的に今締め切り直前では5番の山田慎一郎選手、まあ、地元の、ね、うん、山田選手が人気の中心になりましたね、はい、ね、その点数もここで、そうですよね、やっぱりね、チャレンジの選手はね、はい、70点というのが一つの、ね、目安ですからね、やっぱここを切ってしまうと、ね、うん、大変なんで、ね、少しでも上げておきたいですよね、うん、地元戦ということもありますからね、好目標を得てというところで、はい、先ほど奥にいらっしゃったのが1番車小林弘也選手、あとはラインは6番田村武選手からも出ていきます、できていきまして、立ち回りがどうなっていくかというところですね、お期待ください。それでは第2レース実況でご覧ください。アベマ湘南パック平塚競輪場、平塚法人会杯 F2 ナイターシリーズ2日目、レースの方は第2レースを迎えます。この第2レースまでがチャレンジの一般競争となります。バンク4周回、距離は1625メートルで争われます。またこのレースから7車立てとなります。対戦メンバーが集まりました。それではインコースから順を追ってご紹介してまいります。まず1番は静岡の小林弘也です。2番愛知滝川秀次、3番福島相良克美、4番群馬桜井紀之、5番は地元神奈川の山田慎一郎です。6番は新潟田村武、7番北海道小原慎也。以上が第2レースチャレンジ一般戦に挑むメンバーとなります。ここはライン2つ形成されていく模様です。1番の小林、この後ろに5番の山田、
難関ラインでその後ろに7番の北海道小原が続くライン3車、あとは6番の田村の後ろに4番の桜井が続く上越ラインとなります。発送いたします。構えての号令かかりました。各選手が前傾姿勢と移っていきます。最後に3番の相良、号砲が鳴りました。第2レースのチャレンジ一般競争がスタートです。まずはスタート取りですが、1番の小林博也が誘導を追っていきます。続いて3番の相良克美、2番の滝川秀次、その後ろ上がっていくのが7番の小原慎也、5番の山田慎一郎、6番田村武、これで最後方が4番の桜井紀之となりました。レースは1周回目の3コーナー過ぎて2センターへと向かっていきます。ライン3車が前受けとなっていく模様です。誘導の後ろ1番の静岡小林博也がつけています。これでその小林の後ろに5番の山田が入ってラインがまとまりました。1番の小林、昨日のレースは打賞で前を抑えて先行していったんですけども、与田にまくられてという競争でした。マークするのは5番の地元神奈川山田慎一郎、今日からの補充参戦となります。この難関ラインの後ろに7番北海道の小原慎也が続きます。ライン3車、さあそしてその後ろですが3番福島の相良克美、コメントでは先手ライン追走とありました。ここは難関勢を追っています。さあそして早くも動いてまいりましたのが6番の新潟田村武、続く4番の群馬桜井紀之、ここは上越ラインが上がってその後ろに2番愛知の位置を決めずとコメントしていた滝川秀次が続いていきます。赤番に入りまして前を抑えようとした6番の田村だったんですが、ここは1番の小林が突っ張りました。で2番の滝川が切り替えて今度は3番の相良の後ろ、現在5番手の位置につけました。レースまもなく打賞を迎えるところで一旦車を下げていた今度は6番の田村が再び行きます。4番の桜井と共に上がっていきますが、ここはどうでしょう。1番のただ小林も合わせるように動いていく。レースまもなく残り1周となるところで5番の山田慎一郎との番手争いか、6番の田村武史、1番の小林がペースを上げていく。ただここは5番の山田が番手を守りました。その後ろ7番の小原慎也まで、これでその後ろ4番手3番の相良克美、うちに4番の桜井紀之となります。ただ今度は2番の滝川が3番手まで上がっていくがちょっと苦しいか。4コーナーから直線に戻ってくる1番の小林が先頭、5番の続く山田慎一郎、最後は5番の山田慎一郎ゴールイン、あとは7番の小原慎也か。2レースチャレンジ一般戦、最後は5番の今日からの補充参戦山田慎一郎がゴール前かわしたでしょうか。このレースですが異常なしの判定です。レースを振り返ります。1番の小林が前で粘って最後は5番の山田慎一郎ゴール前かわした模様です。ゴール前スーパースロー5番の山田慎一郎、そしてその後ろ7番の小原慎也が2着に入った模様です。そして粘った1番の小林ですがここは3着、どうやらラインで上位独占となった模様です。この後の決定放送をお待ちください。第2レースでした。第2レースチャレンジの一般戦をご覧いただきました。決定放送まで今しばらくお待ちください。松本さん、レースいかがでしたでしょうか。はい、小林裕選手が突っ張っていきましたよね、はい。6番の田村選手の、反撃もあったんですけれども、小林選手がっちり受け止めてね、で山田選手も、自分の位置をこう守っていって最終的にはこう、しっかり抜け出して、はい、ワン、ツー、スリー決めましたね。難関同士のマッチは決まらなかったんですけれどもね、3番手のやっぱ小原選手がこう踏んできたのも見えましたからね、5番の地元山田選手はしっかり前に踏んで1着を取り切りましたね。はい、ゴール戦通過は5番、7番、1番という対戦になりましたが、決定放送お待ちください。第2レースチャレンジの一般戦ご覧いただきました。バンク内では第3レース、このレースからはチャレンジ準決勝戦がスタートしていきます。メンバーが1番愛知磯村蓮太選手をはじめ7選手によって行われます。では放送聞きください。決定、1着5番、2着7番、3着1番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。
シャバン連勝複式5番7番650円、シャバン連勝単式5番7番800円、3連勝複式1番5番7番340円、3連勝単式5番7番1番1560円、ワイド5番7番160円、1番5番180円、1番7番130円、以上でございます。新人のね、与田選手ですよね。はい、はい、そのね、ロードレースではちょっとね、職業としていくのは厳しいということでね、競輪選手という仕事を選んだんでね、強くなっていっぱいお金稼いでほしいですよね。森沢選手とかもロード、ね、そうですよね、ロードからね大学行ってこう競輪選手になってますもんね。そうですよね。ヨーロッパとかだとね、ツールドフランスとかあるんですけどね、日本だとねあんまり聞かないですもんね。じゃ競輪界でぜひこれから活躍していくのを期待していただければと思いますが、その与田選手ライン3社、あとは2番島田選手もそうですし、あとは磯村選手の動きもちょっとポイント。そうですね、枠外ね、1番の磯村選手がねどんな組み立てをするか注目して見ていきたいですね。はい、それでは第3レースをご覧ください。湘南バンク平塚競輪場 F2 ナイターシリーズ平塚法人開催2日目、レースの方は第3レースを迎えます。ここからはチャレンジの準決勝戦が始まっていきます。バンク4周回、距離1625メートルで争われます。対戦メンバー出揃いました。それではインコースから順を追ってご紹介してまいります。まず1番は愛知の磯村蓮太、2番は北海道島田茂樹、3番栃木宮原貴之、4番滋賀中井治、5番は山梨の与田翔太、6番宮城長田明人、7番は群馬の土屋博史、以上のメンバーで第3レース1組目のチャレンジ準決勝戦を争います。ラインの方ですが、2番の島田に6番の長田が続く北日本ライン、1番の磯村に4番の中井が続く中部近畿ラインとなります。発走いたします。あとは5番の与田の後ろに7番の土屋、3番の宮原が続く関東勢となります。各選手が前傾姿勢、今号砲が鳴りました。第3レース1組目のチャレンジ準決勝戦がスタートです。まずは内から1番の磯村蓮太が誘導を追っていきました。続いて4番の中井治、2番の島田茂樹、6番の長田明人、そして3番の宮原貴之、その外上がっていこうというのが5番の与田翔太、あとは7番の土屋博史がこれで最後方。レースは1周回目の3コーナー過ぎて2センターへと向かっていきます。まず前受けが中部近畿ラインとなりました。1番愛知の磯村蓮太です。初日は仕掛けた神代の番手にはまったんですけども、追走でいっぱいという競争でありました。マークいたしますのは4番滋賀の中井治です。昨日のレースは稲毛マークでゴール前かわしての1着でありました。さあ、そしてその後ろですが北日本の2人、2番北海道の島田茂樹、続く6番のこちらが宮城の長田明人です。あとはライン3社、関東ラインです。5番山梨の与田翔太、昨日のレースは3番手から最終1センター付近仕掛けてまくっていきました。マークする7番群馬の土屋博史に3番の栃木宮原貴之です。さあ、ラインが徐々に動いていきました。後ろから上がっていくのに対し2番の島田が先に動いていきます。レースまもなく残り2周となるところで各ラインが動いていきます。さあ、2番の島田がこれで一旦前を抑えていきました。これで3番手の位置に1番の磯村、結局5番の与田はこれで5番手の位置となりました。レース打勝を迎えます。2番の島田が先頭で鐘を聞く、
そしてその後ろ3番手1番の磯村が後ろを警戒しつつ2センターあたりから仕掛けていきます。4コーナーから直線に戻ってきてレース残り1周となりました。前を叩いていった1番の磯村に対してその上を切っていく5番の与田翔太が前を捉えていったが3番手3番の宮原が離れてしまった。これで3番手に4番の中井治が切り替えて入りました。最終バックを通過して3コーナーから2センター5番の与田翔太先頭に変わっています。7番の土屋博、そして3番手に4番の中井治、その後ろ2番の島田茂も上がってきて4コーナーから直線5番の与田先頭、最後は4番5番際どいところになりました。第3レース A 級のチャレンジ準決勝戦、最後は際どくなりましたがどうでしょうか。このレースですが異常なしの判定となりました。それではリプレイで振り返ります。5番の与田の踏み出し、7番の土屋ついていったんですが3番の宮原離れて結局その3番手に4番の中井が入りました。そして最後5番の与田粘るかと思ったんですが4番の中井さんも外から伸びてきてどうかというところです。ゴール前スーパースローの映像です。どうでしょうか、かなり際どく見えます。5番か4番か、これはこの段階では何とも言えないところ。3着にはどうやら7番の土屋博士が入った模様。457かあるいは547か、この辺りは審判からの正式な放送をお待ちください。第3レースでした。第3レースチャレンジ準決勝一組目ご覧いただきました。決定放送まで今しばらくお待ちください。いや1着がそうですね、だいぶね、写真判定にはもちろんなるんでしょうけれどもね、4番の中井選手動き俊敏でしたね。そうでしたね、はい、俊敏さもあって伸びて伸びて、昨日もねその新人選手を指して、ね、今日も新人選手に差し迫ってということですごい、ね123キロとってはちょっと怖いおじさんかもしれないですね。いや本当に、はい、こんなにすごい大先輩がいるのか、はい、大先輩がいるの本当ですよね、はい、4番5番与田選手が粘ったのか中井選手がかわしたのか、はい、3着は7番土屋選手も懸命に続いてましたね。そうですね、なかなかね位置が切った上スピード上がってるところでのねまくりだったんで追走きついところだったんですけれどもね、はい懸命についていきましたけれどもねちょっと伸びは欠いてしまいました ね、 でしたね、はい、では決定放送です。決定1着5番2着4番3着7番、なお1着は写真を参考に判定しました。平塚競輪サンレースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番5番380円、シャバン連勝単式5番4番370円、三連勝複式4番5番7番760円、三連勝単式5番4番7番2320円、ワイド4番5番190円、5番7番190円、4番7番400円、以上でございますでしょうか。チャレンジ準決勝戦です。はい、こちらでは7番車立花翔也選手先ほどバンクに入ってきました。そしてポイントはこの1番車地元の野口周平選手、どういう立ち回りとなるでしょうか。それでは実況高原康則さんでご覧ください。平塚法人会杯 F2 ナイターシリーズ2日目は第4レースを迎えます。この第4レースもチャレンジの準決勝戦です。バンク4周回距離1625メートルで争われます。対戦いたします7名の選手発走機へと出揃いました。それでは第4レース対戦メンバーインコースから順を追ってご紹介してまいります。まず1番は地元神奈川の野口周平、2番大阪井上雅史、3番宮城の阿部明、4番千葉林邦彦、5番は石川の吉川祐希、
6番地元神奈川の福松トムです。7番は青森立花翔也。以上のメンバーで第4レース2組目のチャレンジ準決勝戦を争います。このレースですがライン3つに分かれるようです。1番の野口の後ろに6番の福間、4番の林が続く難関ライン、5番の吉川の後ろに2番の井上が続く、こちらが中部近畿ライン、あとは7番の立花の後ろ、3番の阿部が続く北日本ラインです。構えての号令かかります。各選手が前傾姿勢と移ります。体制完了。号砲が鳴りました。第4レース2組目のチャレンジ準決勝戦がスタートです。まずは外から上がっていった7番の立花翔也が誘導を追っていきます。続いて1番の野口周平、2番の井上雅史、車間相手追ってくるのが3番の阿部昭、6番の福間勤、4番林邦彦、これで最後方が5番の吉川祐希となっています。レースは1周回目の3コーナーから2センターへと向かっていくところです。まず前受けとなりましたのが北日本ライン、7番青森の立花翔也。昨日のレースは突っ張り先行で押し切っての白星でした。マークいたしますのは3番宮城の阿部昭です。7番3番北日本ライン、そしてその後ろですが長い難関三者です。1番地元神奈川の野口周平、昨日のレースは助川との先行争い、激しい先行争いとなったんですがこれを制して粘っての3着でありました。マークいたしますのは6番地元神奈川の福間勤が続いて、この地元両者の後ろに4番千葉の林邦彦まで難関ラインが中断です。あとは後方中部近畿ライン、5番の石川吉川祐希に2番大阪の井上雅史が後方からとなっています。レースまもなく残り2周となるところです。その中近ラインが上がっていきます。前を抑えていこうというところ、ただここは7番の立花もペースを上げて強引に、ただ5番の吉川が前を抑えていったんですが2番の井上は離れてしまいました。打掌が入る。これで5番の吉川が前に先頭に変わりまして、7番の立花がその番手にはまる形、以下3番阿部、そして1番の野口と続いていきます。レース残り1周となるところです。5番の吉川が風を切る。その後ろ7番の立花、後ろの動きを警戒しつつ1センターから仕掛けていきます。7番の立花がまくっていく。3番の阿部昭、そして1番の野口周平と続いていきます。あとは6番の福松とむ、そして4番の林邦彦、2センターから4コーナーに戻ってくるところ、7番の立花先頭、立花まくり1着ゴールイン。7番3番1番あたり。第4レースチャレンジの準決勝戦、ここは7番立花のまくりが決まった模様です。このレースですが異常なしの判定です。それではリプレイで振り返っていきます。7番の立花、そして3番の阿部、ここはどうやら東北ワンツー決まった模様です。ゴール前スーパースローの映像、7番の立花翔也まくりが決まりました。そして3番の阿部がそれにしっかり続いて東北ワンツー、あとは1番の野口周平が3着に入った模様。この後の決定放送をお待ちください。第4レースでした。第4レースチャレンジ準決勝2組目ご覧いただきました。ゴール後の様子もご覧いただいております。7番立花翔也選手、まくりが決まったようですね。レース中村さんいかがでしたでしょうか。そうですね、立花選手本来ならば前取ったんだし突っ張りたかったとこだったと思いますけど、吉川選手一人でこう強引だった感じだったん で、ね、じゃあまあいいかと番手入って、まくりっていう感じで、まあ、しっかり貸し切りましたよね。そうですね、はい、そこに乗ってったのが地元の野口選手も3着でしょうかね。7番3番1番という対戦に見えましたが、決定放送まで今しばらくお待ちください。第4レースをご覧いただきました。番組内では第5レース、こちらもチャレンジ準決勝最後の組です。前哨戦が行われています。1番埼玉の石沼元気選手をはじめご覧のメンバーによって行われます。こちらのレースが同期対決がありますね。こちら2番車の神尾選手、あとは4番稲毛智也選手からもらいができます。決定
1着7番2着3番3着1番平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番7番160円、シャバン連勝単式7番3番220円、3連勝複式1番3番7番270円、3連勝単式7番3番1番450円、ワイド3番7番120円、1番7番130円、1番3番220円、以上でございます。この第5レースまでがチャレンジの準決勝となりまして、最後の組ですね、ご覧いただいておりますのが注目の4番車、和歌山123期稲毛智也選手ですね。お兄さんの顔似てらっしゃいますよね。もうそっくりです、ね、もうすぐ分かりました。初めて今回会ったんです。稲毛選手ですよね、ですよねっていう、違うとは言わせない。そうそうそう、絶対そうだと思いましたもん。これちょっと今こうサングラスしてるからこう分かりづらいと思うんですけれどもね、本当に、うん、あそっくりですけれどもね、今日はどういうレースを見せてくれるのか、あとは同期で2番車の神尾啓斗選手もどういう立ち回りとなるのかご注目いただければと思います。それでは第5レースチャレンジ準決勝が明日を迎えます。実況高原康則さんでご覧ください。アベマ湘南バンク平塚競輪場です。昨日から行われております M2 ナイタースシリーズ平塚法人会杯は第5レースを迎えます。第5レースは今日最後のチャレンジ戦、準決勝戦となります。バンク4周回、距離1625メートルで争われます。それでは対戦メンバー出揃いましたので、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は埼玉の菱沼元気、2番静岡神尾啓斗、3番は兵庫伊豆谷直也、4番和歌山の稲毛智也、5番は埼玉工藤孝夫、6番群馬赤石聡、7番は千葉の吉澤健、以上のメンバーで第5レース今日最後のチャレンジ戦準決勝を争います。レースの方ですがラインは3つに分かれている模様です。2番の神代には7番の吉澤が続く難関ライン、そして1番の菱沼には5番の工藤、6番の赤石が続く関東勢です。あとラインはもう一つ、4番の稲毛の後ろに3番の隣伊豆谷が続きます。こちらが近畿ラインとなります。発走いたします。構えての号令がかかりました。各選手が前傾姿勢と移ります。最後に3番の伊豆谷、号砲が鳴りました。第5レース今日最後のチャレンジ準決勝戦のスタートです。まずは4番の稲毛智也が誘導を追っていきます。そしてその後ろですが2番の神尾啓斗、そして3番の伊豆谷直也、さらにその外6番の赤石聡も上がっていきます。あとは7番の吉澤健、1番の菱沼元気、最後方から上がってこようというのが5番の工藤孝夫です。レースは1周回目のまもなく2センターに先頭差し掛かるところです。ラインが徐々に固まってまいりました。まず前受けとなりましたのは近畿の両者です。4番の稲毛智也、お兄様は稲毛健太選手、昨日のレースですが打賞で前を抑えて先行して粘っての2着でありました。それをマークする3番兵庫の伊豆谷直也、近畿ラインが前受けです。その後ろがライン3車中段、1番埼玉の菱沼元気、昨日は後方で苦しむという展開でした。同県5番の工藤孝夫が続きます。埼玉の両者、そしてその後ろですが群馬の6番車赤石聡まで、こちらが関東ライン、あとは難関の両者上がっていきます。2番の静岡神尾啓斗に7番千葉の吉澤健です。
レース間もなく残り2周となるところ、2番の神代が2番手あたりまで上がってきました。4番の稲毛、この動きを見てやや突っ張る構えを見せます。4番の稲毛がここは突っ張る構えを見せまして、結局2番の神代が車を6番手に下げています。これで4番の再び稲毛先頭、打掌が入ります。一旦ペースダウンの4番の稲毛、後ろの動きを警戒。中段3番手の位置、1番の菱沼がいます。そして後方6番手、2番の神はどこから仕掛けるか。レース間もなく残り1周となるところ、ペースを上げた4番の稲毛、続く3番の伊豆谷の近畿ライン、そして中段1番の菱沼元気も動いていきます。ただここが3番手、2コーナーから動いていった5番の続く工藤隆夫ですが、6番赤石はちょっと離れ気味か。後方2番の神尾圭斗も動くが、7番の吉澤とはすでに連携離れて、1番の菱沼は3番手あたり苦しくなって、4コーナーから直線に戻ってきた。先頭は1番4番の稲毛、最後は3番伊豆谷直也。第5レース A 級のチャレンジ準決勝戦、最後は稲毛の番手から3番の伊豆谷が抜け出した模様です。このレースは異常なしの判定です。それではリプレイで振り返ります。後方から1番の伊豆谷も迫ったんですが、伊豆谷もそれ以上車が伸びず、最後まで結局近畿両者前を譲りませんでした。そしてゴール前ですが、最後3番の伊豆谷がかわした模様。スーパースローの映像です。3番の伊豆谷、そして粘った4番の稲毛、ここは近畿ワンツー、そして3着ですが5番の工藤隆夫が入った模様。 3,4,5 の通過体制とお伝えしておきます。結果と決定、今しばらくお待ちください。第5レースでした。第5レースチャレンジ準決勝最後の組をご覧いただきました。決定放送まで今しばらくお待ちください。スタリ選手の表情をご覧いただいております。レースいかがでしたか、中村さん。そうですね、稲毛選手が前取ったんで、はい、そのまま突っ張ってレースだったんですけどね、うん、神尾選手が、ね、突っ張られるような形になりましたよね、うん、そうですね、ちょっと仕掛けもというのもありますし、最後もう大外回っちゃったのがちょっと痛かったかなと、うん、コースがそうですよね、あの間ね、うん、こうだったら内の外じゃなくてこの内のとこ行けばもうちょっと 2,3 着いい勝負まで行けたとは思いますけど、うん、はい、自力選手ですからね。そうか、まだまだなかなかあそこ結構怖いと思うんですよね、絶対外回したくなるんですよね、まあ、そうですよね、うん、確かに、まあ、その分稲毛選手がしっかりとこう主導権を握って、伊豆谷選手がかわしましたかね、うん、3番4番5番あたりですかね。では決定放送をお聞きください。決定、1着3番、2着4番、3着5番。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番4番120円、シャバン連勝単式3番4番290円、3連勝複式3番4番5番440円、3連勝単式3番4番5番920円、ワイド3番4番100円、3番5番230円、4番5番270円、以上でございます。ではこの後第6レース A 級の一般戦が明日を迎えます。ここなんですが、長いラインができまして、近畿4社、その先頭が5番中井雄介選手ですね。この先頭を任されたことによって、こうちょっとね、目つきが昨日ね、光るものがあるというふうにお話もありましたけれども、どういうレース見せてくれるでしょうか。それに対して井上君俊選手からもラインができていきます。それでは第6レース A 級の一般戦、ここからの実況は久保山義太郎さんでご覧ください。ミルキーウェイレース平塚法人会杯2日目のアベマ湘南バックです。今日の前半のチャレンジ戦は全て人気サイドの決着でした。ここからは A 級戦、後半の A 級戦はどんな展開となりますか。まずは第6レース A 級一般競争です。
距離はバック4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番宮城井上君俊、2番京都川村明則、3番静岡田中浩二、4番奈良有馬裕二、5番大阪中井雄介、6番新潟川上慎二郎、7番奈良大井博俊、以上のメンバーによる対戦です。風向きは南東となりまして風速 1.5 メートルバック追い風となっています。宮城の徹底先行井上君俊、予選も主導権を握ったレースでした。今日は後ろに川上慎二郎がつきます。そしてライン4車の先頭はこの人5番車中井雄介です。構えての号令かかりました。体制完了、号砲になりました。第6レース A 級一般競争スタートです。まずは4番有馬裕二がスタートを取って1コーナー、続いて5番車中井雄介、2番が川村明則、6番川上慎二郎、7番大井博俊、1番井上君俊は6番手から、最後尾3番田中浩二です。バックストレッチ、近畿勢が前段、先頭に5番大阪中井雄介入ります。予選は相手が強すぎました。山口多門の速い仕掛けに昨日は対応できませんでした。マークは2番車京都川村明則、中井とは非常に連携相性に2番車川村明則、3番手に4番奈良有馬裕二、続いて7番車奈良の大井博俊が近畿勢4番手を固めまして、5番2番4番7番の近畿カルテットです。2周回目の1コーナー、そして1番車井上君俊は現在5番手から、予選は同型の先行マニア宮下一歩を向こうに回し主導権を握っています。マーク6番新潟川上慎二郎、1番6番です。1番後ろは3番静岡田中浩二、短期ですがこの得意バンクで気を伺います。まず動いて1番井上君俊抑えに行きます。2周回目の4コーナー、5番中井雄介がここは突っ張るんでしょうか。赤番を通過して中井雄介突っ張りました。1番井上君俊は一旦下がります。3番田中浩二が近畿勢に乗り換えて5番手6番手に引いて1番井上君俊、2コーナーからバックストレッチ、5番中井雄介が一旦ペースダウンで1番井上君俊の出方を見ています。ジャンが鳴っています。第3コーナーです。中井雄介先行体制、後ろに3人つきます。近畿勢4車、1番の井上君俊まだ6番手で4コーナー回ってかましました。井上君俊が外から攻めていきますが、5番の中井雄介もペースを上げる。残り1周を切っての1コーナー、井上君俊が現在3番手から2番手に迫るのか、いや止まった。2コーナーからバックストレッチ、6番車川上慎二郎3番手に潜り込んだ。200を切る3コーナー、ここから3番の田中浩二が一発来て2番手に上がってくる。これを牽制する2番川村明乃、5番の中井雄介先頭だ。踏み直していますが、中井雄介をかわしていく2番の川村明則、2番3番6レース A 級一般競争、中井雄介の番手から2番車川村明則がものにしました。後からまくってきた3番田中浩二2着入線。このレースは異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。田中浩二もいいスピードでまくってきたんですが、川村明則がそのスピードを止めながら直線、逃げる中井雄介を捉えています。2番車川村明則、続いてスーパースローをご覧ください。2番3番です。そして内に粘って5番車中井雄介、2番3番5番あたり、この後の正式決定までお待ちください。6レースの模様でした。第6レース A 級の一般戦をご覧いただきました。決定放送まで今しばらくお待ちください。中井選手突っ張りましたね。やっぱ感じたやる気を気のせいじゃなかったですね本当に突っ張って、はい、突っ張り切りましたからね。そうでしたね。あとは田中選手のまくりもこうね、いいスピードでまくり来てましたよね。そうですね、あの所定一番後ろでしたけど、もう一切足も使わず、もう溜めてもう自分の行けるところでっていうところ、無駄足一切使わなかったんでっていうところですよね。あ、まあ、そこは川村選手の
牽制もねありましたけれども、うん、ゴール戦通過が2番3番あと5番の中井選手も粘っていたかなという体勢に見えたんですが、決定放送まで今しばらくお待ちください。第6レースをご覧いただきました。そしてバンク内では第7レースですね、選手紹介が行われています。 A 級の一般戦です。発送予定時刻、電話投票締め切り時刻、ご覧の通りです。決定。1着2番、2着3番、3着5番。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番3番870円、シャバン連勝単式2番3番2530円、3連勝複式2番3番5番610円、3連勝単式2番3番5番4920円、ワイド2番3番270円、2番5番140円、3番5番430円。以上でございます。 A 級の一般戦が行われます。第3つに分かれていきそうです。人気の中心は7番車北海道109期中村幸之助選手ですね。初日も人気の中心となっていたんですけれども、初日は6着スタートとなってしまいました。ここは人気に応えていきたいところですね。そしてラインといたしましては5番大関優也選手、同件でここ並んでいきますね。ちょうど左側に2番の福森慎太郎選手もご覧いただいております。大関選手今日お誕生日となっております。28歳、おめでとうございます。ありがとうございます。どんなレースを見せてくれるでしょうか。あとはライン長くなったのは3番兵庫の中村道隆選手ですね。どういう立ち回りとなるでしょうか、ご注目ください。それでは第7レース A 級の一般戦、ここからは実況でご覧ください。湘南ミルキーウェイレース平塚法人会杯2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第7レースを迎えています。競争種目は A 級一般競争、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを1から順を追ってご紹介いたします。1番愛知田中正史、2番千葉福森慎太郎、3番兵庫中村道隆、4番兵庫藤井貴則、5番千葉大関優也、6番京都吉村文孝、7番北海道中村幸之助。以上のメンバーによる対戦です。3分戦となりました7レース A 級一般競争です。今日が誕生日です。5番車大関優也です。昨日は自力は出しませんでしたが、今日はどうしますか。状態を起こしました。本命はこの人、北海道7番車中村幸之助。発送いたします。今季初の予選敗退となりましたが、今日はしっかりと人気に応えたいところ。体制完了です。号砲になりました。第7レース A 級一般競争スタートです。ここは5番の大関優也が上がって1コーナー、続いて7番中村幸之助、1番車田中正史、2番が福森慎太郎、6番吉村文孝、4番藤井貴則、一番後ろは3番中村道隆です。バックストレッチです。前を取りました5番千葉大関優也、予選は赤番で切ってで3番手に飛びついたんですが、堀幸喜のハイペースに昨日は最後はいっぱいになってしまった感じ。マーカー同県千葉、2番の福森慎太郎マーク、昨日は短期でしたがまくり破っています。5番2番千葉コンビです。3番手から7番北海道中村幸之助、予選は
ちょっと組み立てうまくいきませんでした。まくりは不発でした。中村幸之助、マークは1番愛知の田中将司がこの中村幸之助をマーク、7番1番です。そして5番手からは近畿勢3番兵庫中村道隆が5番手、マーク4番兵庫の藤井貴則、続いて6番京都吉村文隆、近畿勢3社3番4番6番です。2周回目の3コーナー、5番の大関優也先頭です。マーク2番福森慎太郎、5番2番千葉勢、7番中村幸之助3番手で1番田中将司マーク、近畿勢動きました。3番中村道隆が上がっていきます。近畿トリオが上昇して赤番を通過、5番の大関優也引きました。近畿トリオが上がって5番の大関優也4番手に下がって外に7番中村幸之助、2コーナーからバックストレッチ、さあバックで動いた中村幸之助、ジャンで先行体制、マーク1番田中将司、3番中村道隆は3番手引いて流しているところを5番の大関優也がかましました。一瞬2番の福森慎太郎が切れています。残り1周を切ってかました5番の大関優也、2番の福森慎太郎が遅れを取って番手に飛びつく、7番中村幸之助弾かれて2番の福森慎太郎交代、2コーナーからバックストレッチ、番手に飛びついた7番中村幸之助、ここで3番の中村道隆のまくり、番手から出る7番中村幸之助、番手から出ました。後ろは1番田中将司、外に3番中村道隆交代、4コーナーもある7番の中村幸之助先頭も1番田中将司が抜きました。1番7番です。1番7番4番あたり7レース A 級一般競争、中村幸之助のまくりを捉えた1番田中将司です。このレースは異常なしの白旗です。リプレイをご覧ください。大関優也の番手に飛びついて中村幸之助番手まくり、マークしていた1番田中将司が抜いています。スーパースローをご覧ください。1番7番、3着に4番の藤井貴則が入っているようです。この後の正式決定までお待ちください。7レースの模様でした。第7レース A 級の一般戦をご覧いただきました。正式な決定まで今しばらくお待ちください。ゴール前の様子もご覧いただいていますが、最後は田中将司選手かわしたでしょうか。レース中村さんいかがでしたでしょうか。そうですね、はい、あの結果人気サイドでは決まったんですけど、うんうん、大関選手前取って、うん、いいとこで行けたかなと思ったんですけど、あれ2社2人でラインでできてたらまたちょっと変わったかもしれないですけど、うん、ちょっと福森選手が、うんね、そうですね、ちょっと遅れて中村幸之助選手が入ってっていう感じでしたね。あとはまくっていってというところでしたが、しっかりと中村道隆選手も仕掛けていくんですもんね。そうですね、それぞれ5ラインの動きがあってというところでしたが、うん、1番7番でその中村道隆選手に乗る4番藤井貴則選手3着に入っていたでしょうか。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。バンク内では第8レースですね、選手紹介が行われていまして、こちらから A 級の選抜戦へと移っていきます。では放送です。決定、1着1番、2着7番、3着4番。平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番7番140円、シャバン連勝単式1番7番290円、3連勝複式1番4番7番410円、3連勝単式1番7番4番870円、ワイド1番7番110円、1番4番230円、4番7番300円、以上でございます。8レースからは A 級の選抜戦へと移っていきます。ラインは3つ分かれていきそうですね。人気の中心となっていますのがライン先頭7番岐阜121期伊藤春樹選手からとなっています。
昨日はちょっと距離が長かったかなとお話が出ていましたけれども、今日はどういう立ち回りとなるのか、足を使ってしっかりと位置を取っていくような形になるのではとお話も出ていました。そして4番車の伊藤圭選手、今このスタートというところもねお話出ていたんですけれども、初手の位置どうなるでしょうか。さっと引いてのスピードよくまくりというところもご注目いただければと思います。あとラインが長くなったのが1番の樋口海斗選手からとなりましたね。主導権握っていくような競争になるのかご期待ください。それでは第8レース A 級の選抜実況でご覧ください。湘南ミルキーウェイレース F2 シリーズ平塚法人会杯2日目のアベマ湘南バンクです。気温がまだ29度あります。湿度は 70%、 風は東の風1メートルのコンディション、2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。競争は第8レース A 級選抜競争、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番東京樋口海斗、2番地元神奈川則月誠介、3番福井北川文部、4番福島伊藤圭、5番栃木篠崎隆、6番栃木福田拓也、7番岐阜伊藤春樹、以上のメンバーによる対戦です。3分戦です。樋口海斗、伊藤圭、伊藤春樹がラインの先頭です。本命に抑えたのは北川文部、伊藤春樹マークの競争です。その隣が伊藤圭、昨日は出足のいいまくりを打っていました。そして7番車伊藤春樹、発走いたします。先は主導権を握ったレースをしていました。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第8レース A 級選抜競争スタートです。大外7番伊藤春樹前を取りました。続いて1番樋口海斗、2番が則月誠介、3番北川文部が上昇、4番は伊藤圭、5番篠崎隆、6番福田拓也が最後尾、2コーナーからバックストレッチ、誘導員に追いつく7番岐阜の伊藤春樹です。予選はジャンスギ2センターからのスパートでした。後ろがかなりもつれたんですが、最後はちょっと失速してしまったです。伊藤春樹、マーク3番福井のベテラン北川文部です。伊藤春樹とは初連携、7番3番中部近畿コンビ、3番手から1番東京樋口海斗です。予選は辺見後期に突っ張られて3番手を決めてバックからまくったんですが合わされました。マークは5番車篠崎隆、続いて6番福田拓也の栃木勢が樋口海斗との連携、1番5番6番関東ライン、4番福島伊藤圭が6番手、昨日はスタートを取って候補に下がって6番手から出足に効いたまかりを打ったんですが、前行く近畿勢は捉えきれませんでした。今日のマークは2番車地元の則月誠介です。4番2番です。このラインが動きます。伊藤圭が上昇、2周回目の第4コーナーを回ってホームストレッチ、7番伊藤春樹が先頭です。抑えに行く4番伊藤圭、赤番通過1コーナー、伊藤春樹引きました。1番の樋口海斗が現在3番手に上がって7番の伊藤春樹を抑えます。2コーナーからバックストレッチ、4番の伊藤圭が先頭、内から7番の伊藤春樹が行ったんですがちょっと前が詰まった。伊藤春樹前進しましたがもう一度下がった。ジャンが鳴って2センター、4番の伊藤圭が2番手に粘っている。1番の樋口海斗流しています。樋口海斗、7番の伊藤春樹は現在3番手のインコース、残り潮切手の1コーナーかなり流している1番樋口海斗、後ろは競り合い、4番伊藤圭が番手を奪った。2コーナーからバックストレッチ、ここでペースを上げる1番の樋口海斗、番手4番伊藤圭、3番手2番則月誠介、4番手は6番7番並走、2センターから第4コーナー向かう1番樋口海斗先頭、後ろは4番の伊藤圭が抜きに行く。一気に伊藤圭が抜き去ってゴールイン。4番2番です。8レース A 級選抜競争、樋口海斗の番手を取り切った伊藤圭、
直線一気に抜き去っています。4番2番1番あたり、このレースは異常なしの白旗。それではリプレイをご覧ください。樋口海斗が逃げて番手奪った4番伊藤慶、続いて2番の乗り月聖介が抜き去っています。伊藤春樹は終始内に詰まったレースでした。スーパースローをご覧ください。4番2番です。3着インコースに粘った1番の樋口海斗が3着粘っているようです。この後の正式決定までお待ちください。8レースの模様でした。第8レース A 級の選抜ご覧いただきました。ゴール後の様子ご覧いただいております。あ、笑顔がちょっとどうでしょう、見えてますかね。伊藤慶選手ご覧いただきました。レースですけれども、でかなり番手もつれましたね。そうですね、はい、伊藤慶選手はうまい立ち回りを見せたかなと、うん、ただ伊藤春樹選手がどうだったかな、あの打ち行ったのが、うん、番手が並走だったから、ね、ここ嫌でも下げて打率短くなってるとこ外行ったらどうだったかなと思うんですけどね。はい、打ち出し込んでましたね。では放送です。決定、1着4番、2着2番、3着1番。平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式2番4番400円、シャバン連勝単式4番2番1110円、3連勝複式1番2番4番2640円、3連勝単式4番2番1番7640円、ワイド2番4番390円、1番4番600円、1番2番1010円。以上でございます。ただいま第8レースの決定をご覧いただきました。そしてバンク内では第9レース選手紹介が行われています。確認を中村さんお願いします。はい、まず6番山崎選手、短期映ってましたね、はい、で 3、4、5ですね、うん、3番南木選手に4番山田選手で、5番の久保田選手が3番でしたね、はい、で7番の大沼選手に1番井出選手、中、うん、の後ろに2番の飯田選手という形でしたね、うん、ということで二分線のような形ですかね。ですね。で山崎選手が短期ということですね、うん、はい、選手紹介ご覧いただきました。第9レースの発送予定時刻は18時58分、電話投票締め切り18時55分、民間サイトの締め切りは18時53分です。選手紹介ご覧いただきました。そしてこちらが現在18時20分現在のバンクコンディションになります。天候が晴れ、気温が29度です。風向きが東の風1メートルと発表されています。湿度は 70% です。バンク内では2コーナーから4コーナーに向かって計測をされております。こちらもご参考にしてください。バンクコンディションご覧いただきました。では第8レースの結果です。1着4番伊藤慶、2着2番乗月聖介、3着1番樋口海斗。払い戻し金です。2車単4番2番1110円、3連単4番2番1番7640円です。その他の払い戻し金はご覧の通りです。 A 級の選抜戦が行われます。ここは二分戦ですね。人気の中心は今上位に映っております4番車石川の山田明久選手です。最後はかわして抜け出してというところが一番人気になっていました。今日は121期3番富山の南木匠選手の番手でのレースとなります。南木選手もちょっと初日のレース悔やまれる部分があったところがね、お話でも出ていました。今日は力を出し切っていきたいところ。あとはラインとしては大沼選手からもできていました。その番手には地元一番井出昌司選手続いていきます。それでは第9レースをご覧ください。
湘南ミルキーウェイレース平塚法人会杯2日目のアベマ湘南バイクです。風向きは今度は北東の風に変わって 1.5 メートルです。バックからホームに向かっての風向き、今日は風向きが安定していません。風は回っている感じです。競争は第9レース A 級選抜競争です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番地元神奈川井出昌司、2番埼玉飯田武文、3番富山南木匠、4番石川山田昭久、5番滋賀久保田陽介、6番東京山崎道輝、7番静岡大沼孝之、以上のメンバーによる対戦です。2分戦となりましたの9レース選抜競争です。難儀匠マークが、その隣4番山田昭久、山田昭久が本命に押されています。中部勢です。発送いたします。中近勢に対抗するのが7番車大沼孝之、構えての号令かかりまして体制完了です。号砲になりました。第9レース A 級選抜競争スタートです。3番南木匠が前を取っていきます。続いて4番山田昭久、5番が久保田陽介、中部近畿勢が前段、6番山崎ミシテルは4番手にいて、7番大沼孝之が5番手から、続いて1番井出昌司、最後尾2番飯田武文です。バックストレッチから第3コーナーです。3番南木匠先頭です。組み立てが課題ですと前県民で話していましたが、予選はそんなレースでした。南木匠今日はしっかりと持ち味を出し切りたいところ。後ろは4番車石川山田昭久、競争得点このメンバー最上位本命です。3番4番中部勢の後ろ3番手に5番滋賀の久保田陽介、中部近畿ラインが3番4番5番です。6番東京山崎ミシテルは短期の4番手、復帰戦の初日はまだレース感が不足している感じでした。しかし最後まで諦めないレースはこの人らしい競争を初日にしていました。今日は短期です。6番山崎ミシテル、7番の大沼孝之が現在5番手から、昨日は関東勢の3番手に追い上げを決めたんですが直線の身をかきました。後ろは1番井出昌司がマークして、難関勢7番1番難関勢追走2番埼玉飯田武文、このラインが外から上がっていきます。さあここで3番の南木匠が突っ張りますか。打者周回1コーナー大沼孝之が抑えて引きました。南木匠下がって中部近畿ライン、そして6番の山崎ミシェルが4番手に切り替えました。2コーナーからバックストレッチ、7番の大沼孝之が一旦ペースダウン、ジャンが鳴って3コーナー、さあここは大沼孝之2センターでペースを上げます。3番の南木匠まだ5番手です。第4コーナー回る、さあここで一旦流す大沼孝之、もう一度踏んでいきます。残り周を今切りました。7番1番難関勢、3番手2番飯田孝美、4番手6番山崎ミシェル、今第2コーナー前田の波をかぶって3番南木匠まだ仕掛けられません。2コーナー過ぎから南木匠がまくっていく、現在3番手まで上がってきた。これを牽制する1番の井出昌司、2センターから4コーナー向かっていく。1番の井出昌司の牽制を受ける3番南木匠、4コーナー待って先頭は7番の大沼孝之、回帰粘る、外から突っ込んで4番車山田昭久です。4番3番中部勢ワンツー、第9レース A 級選抜競争、井出昌司が何度も牽制しましたがこらえきって中部コンビ伸びきっています。走路は異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。井出昌司も懸命に外に振りながらの直線でしたが中部勢こらえて中部の2人が伸びています。リプレイのゴール線上をご覧ください。4番山田昭久が1着ゴール、スーパースローです。4番3番です。3着に地元の1番井出昌司が入っている感じです。4番3番1番です。この後の正式決定までお待ちください。9レースの模様でした。第9レース A 級選抜ご覧いただきました。ここは中部両者でワンツー決まったでしょうか。決定を様でお待ちください。レースは中村さんいかがでしたでしょうか。そうですね、結
果的には中部ワンツーなんですけど、大、うんうん、沼選手先行してあの波作ってのこの、うん、あの先行テクニック、ね、素晴らしい。ちょっと決まんないかと思いましたもんね、中部2人がね、うん、そうですよね。あ、これはうまくやられちゃうよっていうような、うん、危ない展開ですもんね、うん、最後もうかなり外をまくってって、はい、いて選手も結構こう、ね、横にブロックもありましたけれどもね、うん、最終的にはここ何選手届いてきて、最後山田明久選手かわしてのまず3着はどうでしょう、一番の地元井出選手という体制に見えましたが、決定放送お待ちください。第9レースをご覧いただきました。バンク内では第10レースの選手紹介が行われています。放送です。決定、1着4番、2着3番、3着1番。平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番4番170円、シャバン連勝単式4番3番220円、3連勝複式1番3番4番990円、3連勝単式4番3番1番1710円、ワイド3番4番120円、1番4番320円、1番3番370円。以上でございます。はい、大丈夫です。いや、こう下を向いてというところですね、まあ、緊張感感じられる場面ですけれども、手前が3番車の山口珠緒選手ですね。はい、昨日は逃げ切り決めています。まあ、かましてという形でしたね。そしてその奥が、まあ、意識しますよね、4番ヘミミツキ選手となります。ヘミ選手は昨日前受け突っ張っての主導権、そのまま逃げ切りを決めていました。ここは1着での両者スタートとなっていたんですけれども、さらにここに1番の松崎隆久選手のラインも加わってというところですね。ライン3分線となっていきます。ご期待ください。それでは第10レース、実況小林芳太郎さんでご覧ください。湘南ミルキーウェイレース平塚法人会杯2日目のアベマ湘南バンクです。番組はいよいよ本日のハイライト、準決勝が始まります。まずは第10レース A 級準決勝第1組です。距離はバンク4周1625メートルです。気温が29度、湿度 70%、 風が北東の風 1.5 メートルのコンディション。バンクラインはバック横風となっています。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番富山松崎隆久、2番静岡石橋慎太郎、3番埼玉山口多門、4番福島辺見美月、5番静岡桜井城、6番大阪中澤隆之、7番群馬稲村成弘。以上のメンバーによる対戦です。切符のいい若手先行タイプの2人の対戦となりました。山口多門と辺見美月です。気は違いますが同学年のこの2人、山口多門と辺見美月です。アドレナリンも上昇中、この2人発送いたします。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第10レース A 級準決勝スタートです。2番石橋慎太郎がスタートを取って1コーナー、2番手から1番松崎隆久、3番が山口多門、4番辺見美月、6番は中澤隆之、5番桜井城、最後尾7番稲村成弘です。
まず前を取ったのは2番車静岡石橋慎太郎、ここは辺見美月の上昇を待ちます。その辺見美月アウトコースから上がってまいりまして、予選は落ち着いてしっかりとペースをつかんで逃げ切りました。辺見美月前に入ります。迎え入れる2番石橋慎太郎、そして5番の桜井城が上がってまいりました。4番辺見美月の後ろは静岡勢がついて4番2番5番です。2周回目に入りました。1番松竹隆久は4番手から、初日の特選競争果敢な先行勝負でした。ここは若手2人の動きを見極めての競争となりそう。後ろは大ベテラン6番中澤孝之、大怪我を何度も乗り越えて奮闘する大ベテラン、昨日はいい伸びでした。中澤孝之1番6番中部近畿コンビです。注目3番埼玉山口多聞は現在6番手から、昨日はジャンから攻めて押し切るレース、自信という武器も備わっています。マーク7番車群馬の稲村成弘、この人もデビュー時は天才レーサーと言われていました。稲村成弘マークします。3番7番関東両者が上がって、さあ4番辺見美月どうする、打掌周回1コーナー突っ張る4番辺見美月、一旦引きます。3番山口多聞です。再び6番手に下がりました。山口多聞2コーナーからバックストレッチ、車間を開けて勢いをつける3番山口多聞、さあジャンが鳴って3番山口多聞がスパート、4番辺見美月もぐいぐいとペース上げる、2センターから4コーナー辺見美月が、さあ3番の山口多聞合わせきれるか、山口多聞が外から上がってきました。残り1を切って叩いた7番の稲村成弘がさばかれた交代、4番車の辺見美月2番手にはまった、3番手2番の石橋慎太郎、ここで1番の松崎隆史がここから癒しで上がってきた、3番山口多聞まだ先頭、ここは松崎隆史2番手まで迫っている、4コーナー丸、さあ3番の山口多聞先頭、外に2番の石橋慎太郎だ、じゃあ石橋慎太郎が伸びてきた、石橋慎太郎が先頭ゴール、2着接戦、10レース A 級準決勝、鋭く伸びた2番石橋慎太郎、山口多聞が2着粘ったか、走路は異常なしの白旗です。それでは10レースリプレイをご覧ください。山口多聞を捕まえた2番石橋慎太郎、一気に伸びていきます。粘って3番山口多聞、外に5番の桜井城、スーパースローをご覧ください。辺見美月を援護してしっかりと直線伸びきった石橋慎太郎、そして山口多聞が2着体勢有利に見えます。2番3番5番、この後の正式決定までお待ちください。10レースの模様でした。第10レース A 級準決勝1組目ご覧いただきました。着でのゴール戦通過は2番石橋慎太郎選手でしょうか。決定をお待ちください。中村さん、レースいかがでしたでしょうか。そうですね、力で山口選手叩き切って、はい、で辺見選手のラインがこうはまってっていうところで、うん、最後石橋選手 の、 この打ち入った判断、結構瞬時の判断で素早かったですね。そうですよね、そこをちょっとためらってると頭までいけないんですけど、うん、あそうか、多分いけないとは思うんですけど、 そこはちょっと一着狙うならもう後ろどけの桜井選手っていうのもあったんでしょうけど、あそうですね、辺見選手もちょっと出ないなっていう感じで一気に自分でいったんでしょうけどね、いい判断でしたね。そうですね、はい、ゴール戦通過は2番石橋選手、あとはちょっと接戦だったんですけれども、若干こう3番ですね、山口多聞選手が体勢有利だったでしょうか。あとはそのお話していた5番桜井城選手も3着あたりに到達していたように見えましたが、放送です。決定、1着2番、2着3番、3着5番。平塚競輪10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式2番3番540円、シャバン電商単式2番3番2950円、三電商複式2番3番5番1120円、三電商単式2番3番5番11190円、ワイド2番3番210円、2番5番390円、3番5番
320円以上でございます。永久準決勝2組目が行われます。3分戦ですね。人気の中心は1番4番1番でしたね、失礼しました。奥に堀選手、青森の121期ですね、堀光輝選手です。しっかりと仕掛けて対処して、初日は逃げ切りを決めていました。息を整えつつ、緊張感もちょっと伝わってきますね。なんといっても番手が岡部芳幸選手です。連れてここワンツー決めていきたいところですね。昨日短期だったんですが、自身も3着届いてというレースを見せていました。さあ、あとは今日組み立て3番の宮下一歩選手ですね。初日はまくりで1着決めていましたが、今日はどうでしょう、先行というようなレースになっていくのか。あと2番森川選手の立ち回りも注目ポイントです。では11レース A 級準決勝戦をご覧ください。湘南ミルキーウェイレース平塚法人会杯2日目のアベマ湘南バンクです。風向きは今度は北東から東の風 1.5 メートルと変わっています。2コーナーから4コーナーに向かっての風向き、相変わらず風向きは安定していません。今日2日目のアベマ湘南バンクです。競争は第11レース A 級準決勝第2組、距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番青森堀光輝、2番岐阜森川光介、3番長野宮下一歩、4番福島岡部芳幸、5番栃木山口孝弘、6番福島石川貴則、7番愛知吉田健一、以上のメンバーによる対戦です。定選考2人の対戦となりました。堀光輝と宮下一歩です。激しい指導権争いとなるんでしょうか。1番車は121期生の堀光輝です。予選も先行逃げ切りを決めています。集中力を高めています。発走いたします。対抗するのは3番車の宮下一歩、岡部芳幸、堀光輝マークの競争です。体制完了、号砲になりました。第11レース A 級準決勝スタートです。まず飛び出して1番堀光輝です。2番手から2番森川光介、6番が石川貴則、3番宮下一歩、外に7番吉田健一、4番岡部芳幸がいて、最後尾5番山口孝弘です。バックストレッチ、先頭1番青森の新鋭堀光輝です。昨日はジャンで抑えて、あとはペースをつかみながらの先行逃げ切り、4番岡部芳幸上がってまいりました。100戦連馬のタイトルホルダー岡部芳幸、堀光輝マークです。堀とは前場所高知の決勝戦で連携したばかりです。1番4番東北勢、そして6番の福島石川貴則が東北ライン3番手、昨日は堀光輝とワンツーを決めています。1番4番6番2周回目の1コーナー、2番岐阜の森川光介中段4番手、予選はバックからショートマークで打っての3着です。後ろは7番車愛知の吉田健一マーク、2番7番中部コンビです。3番長野宮下一歩は現在6番手から、予選は先行できませんでしたがまくりを決めました。もちろんこの人の心情は先行、宮下一歩マークは5番車栃木山口孝弘関東勢、3番5番、その3番宮下一歩動きます。1番堀光輝が誘導に押し合い、大きく車間を開けて3番宮下一歩の上昇を待ちながら踏み込んでいきます。今カバンを通過して堀光輝、3番の宮下一歩を出させません。さあ突っ張りますが、いやここは3番の宮下一歩叩いた、叩かれて1番堀光輝が2番手にはまる、5番の山口孝弘交代、すかさず番手から出ようとするも3番の宮下一歩を合わせる。さあこの先行マニアの2人が火花を散るも、さあ叩ききれず堀光輝再び2番手に収まる。さあ
3番の宮下一本主導権は譲りません。残り石を切ったところで今度は2番の森川康介が来た。さあ中部コンビ2番7番森川康介が外から襲いかかる。2コーナーここは中部勢が叩いていくか。まだ宮下一本強靭な足を見せていますがここで叩かれて交代。200を切る3コーナー2番7番中部勢4番の岡部義行は3番手にいます。第4コーナー待って2番の森川康介先頭後ろ7番の吉田健一です。粘る森川康介森川康介と吉田健一抜きました。中部勢ワンツー吉田健一が抜きました。7番2番4番あたり堀光輝宮下一歩の壮絶な踏み合い。ソウルは異常なしです。中部勢おあつらえ向きの展開となりました。まくって森川康介後ろの吉田健一が抜いたように見えました。スーパースローをご覧ください。中部勢ワンツー吉田健一がどうやら指しているようです。3着4番岡部義行です。この後の正式決定までお待ちください。11レースの模様でした。11レース A 級準決勝2組目ご覧いただきました。吉田選手の笑顔が、あ、この後だったかな、はい、ね、ゴルゴー2人で讃え合うようなシーンもありましたけれども、レースの方はかなりね激しいものとなりましたがいかがでしたでしょうか。そうですね、堀選手パンテ入れてもらったんですけど本当すごい来ましたもんねこれやっぱり小さいレースをしたくないっていうあれなのか、バックは取りたいっていうあれなのか、こう先行いや同士のプライドがね見えましたよ ね、 たね。宮下選手も前に出たいし、はい、そこを中部勢がいただきましたね。そうですね、はい、かなり足使い合ってというところでしたね。そうですね、で最後は、まあ、吉田健一選手がかわしてというところになりましたね。森川選手もいいタイミングで、まあ、若干早めと言いますか。そうですね、松よりはしっかり早めに行きましたよね、はい、では放送聞きください。決定1着7番2着2番3着4番平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式2番7番440円、車番連勝単式7番2番1340円、3連勝複式2番4番7番730円、3連勝単式7番2番4番4140円、ワイド2番7番160円、4番7番350円、2番4番320円、以上でございます。いただきました。この後は最終12レース A 級準決勝戦が明日を迎えます。地元3社結束です。気合が入りましたね。先頭が5番車菅原大也選手です。そしてその番手が1番の出沢拓也選手ですね。しっかりアシスト期待していきましょう。それでは最終12レース実況久保山義太郎さんでご覧ください。ありがとうございます。平塚法人会杯2日目のアベマ湘南バンクは最終レースを迎えています。競争種目は第12レース A 級準決勝最終組です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを1から順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川出沢拓也、2番埼玉児玉雄一、3番和歌山中野智樹、4番奈良田中大雅、5番地元ホームバンク菅原大也、6番同じくホームバンク三井武、7番新潟佐藤正俊、
以上のメンバーによる対戦です。さあ準決勝最終組、地元勢が3人乗りました。人気の中心はもちろん5番車菅原ダイヤです。菅原ダイヤ状態を起こして、難敵隣が4番田中タイガー、パワフルな先行を見せる田中タイガー、状態を浮かすところです。注目この両者。発走いたします。三沢拓也が今日も菅原ダイヤをガードしていきます。児玉雄一がどう出ますか。体制完了です。号砲になりました。第12レース A 級準決勝スタートです。さあここは1番の出沢拓也が上がっていきます。続いて3番中野智樹、6番が三井武史、5番菅原ダイヤ、4番田中大河、2番が児玉雄一、最後尾7番佐藤正俊です。バックストレッチ、デザータクヤ前を取りました。初日ワンツーを決めた菅原ダイヤの上昇を待ちます。6番の三井武史が車を上げていきます。地元勢が前攻め、菅原ダイヤ車を上げていきます。昨日は無理に仕掛けず落ち着いてバックからまくりました。絶好調で挑むホームの一戦、前に入ります。5番1番6番地元トリオ、2周回目の1コーナー、4番田中大が現在4番手です。予選は赤番杉からの抑え先行、馬力のある先行を見せました。当地6月開催準決勝は先行2着でした。田中大が昨日も連携した和歌山中野智樹マーク、4番3番近畿勢、2番埼玉児玉雄一は現在6番手。昨日は番手に飛びつく競争でした。初日同様先行も匂わせながら好位置を取る競争となるんでしょうか。児玉雄一動きます。マーク7番新潟佐藤正俊、2番7番関東勢が上がります。さあ5番の菅原ダイヤどうする。ここは突っ張ります。赤番を通過、2番児玉雄一が抑えに行く、いや下がった、突っ張る素振りを見せて下げました。5番の菅原ダイヤ、そしてアウトコースから仕掛ける4番田中大河が攻めます。バックストレッチ、2番車児玉雄一はここは番手に飛びつくのか、下がって3番手ジャンガナ手にセンターです。ここは4番田中大河が行った。マーク3番中野智樹、5番の菅原大河は5番手です。4番田中大河が一旦流してホームからスパート。さあ一気に加速する4番田中大河、マーク3番中野智樹、2番車児玉雄一は3番手、5番菅原大河2コーナー過ぎからさあ行きます。菅原大河さあ怒涛の反撃、1番デザータクヤ一瞬離れる、2センター5番の菅原大河が捉えていく、デザータクヤが遅れた、4コーナー丸、さあ4番田中大河を捉える、5番の菅原ダイヤ今先頭ゴール、2着6番の三井武史。12レース A 級準決勝、菅原ダイヤの怒涛の反撃、デザータクヤが遅れました。5番6番1番あたり走路は異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。菅原ダイヤの猛ダッシュにデザータクヤが遅れました。2着に突っ込んだのは6番の三井武史でした。リプレイゴール戦場をご覧ください。地元勢上位6戦も2着6番三井武史、スーパースローをご覧ください。豪快なまくりでした。菅原ダイヤのアタック、5番6番そして1番出沢拓也です。この後の正式決定までお待ちください。12レースの模様でした。最終12レース A 級準決勝最後の組ご覧いただきました。最後届いてきました5番車地元菅原ダイヤ選手となったんですけれども、レースはどうでした、踏み出しなど菅原選手。そうですね、ちょっとその前にもタイミングがあったんでそこで行くかなと思ったんですけど、そこは行かずに、あどうかなと思ったらやっぱ力の違いで行ったは行ったんですけど、ちょっとレザー選手って感じでしたね。では放送です。決定、1着5番、2着6番、3着1番。平塚競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。
シャバン連勝複式5番6番4220円。シャバン連勝単式5番6番2290円。三連勝複式1番5番6番340円。三連勝単式5番6番1番7030円。ワイド5番6番360円。1番5番120円。1番6番320円。以上でございます。